レコーディングになったし。してない、してない、してない。男性の自慢する感じ、あれは何なんだろうかっていう話を。あ、いつでも全然大丈夫です。あ、はい、お願いします。私たちは、長崎出身で現在、東京を拠点に活動しているクリエイティブチームアーツコアです。ここでは長崎で活動している若者をお招きして楽しいを、まあ、ゆるく話していきます。で、今回は長崎県大村市で、アートディレクターとして、まあ、活動されている金貝美咲さんをお呼びしています。金貝さん、自己紹介お願いします。はい、こんにちは。はじめまして、金貝美咲と申します。こんにちは。現在タイムデザインという屋号で、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、そしてアートディレクターとデザイン事務所というふうな形で活動をしております。今、フリーランスになって4年目に入りました。これまではデザインの専門学校を出た後に印刷会社2社を得て、今のような形態になっております。素晴らしいですね。ほんとずっと大村市に住んでおりますよ、うん、4年間福岡にいたんですけど、うん、それは専門学校と1回目の就職で、うん、あとはもうずっと大村にいます。いやすごいな。いや俺一番最初美咲ちゃんの存在知ったの、友達高校生の時ってなんか紹介だったじゃないですか、出会いがメールのね。そうで、地元の友達で美咲ちゃんと同じ高校行ってる友達に美咲ちゃん紹介してもらったみたいな感じだったんですよ、ね、そんな古いお付き合いで。そう、それで大村のさ、はい、フラワー大使って知ってます？小石さん。はい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 。俺あれで美咲ちゃんが出てるのを見て、あの人だみたいになった。出てるみたいな。それが2回目の出会いですね。それで確か私趣味がツーリングで、熊本にこうツーリング行った時にたまたま入ったお店にジン君がいたっていう。あ、そうだ。え、そうだ。なるほど。3度目の出会いがある。ジン君が来たんです。その旅行に行ってて、はいはいはい、選んだ店にたまたま美咲ちゃんがいるってものすごい確率の中で。やーば。やばい。あれはすごい。そんなことがあるんですか。ね、一人で私がツーリングに行ったまさかの杖立、大分県、熊本県か。お、熊本だね。すごいな。すごい。そういう。ツーリングってあれですか。バイク結構乗られたりするってことですか。そうです。私はもう18歳で中型バイクの免許を取って、お乗っていて、3年半か4年前に大型バイクの免許を取って、今は大型バイクに乗ってます。感じかっこいいです。アクティブ系です。かっこいい。女性でバイク乗ってる人って あれじゃないですか。なんかめっちゃかっこいい。もうすでにかっこいいじゃないですか、それだけで。と思うんですけど、あまりにもバイクが重すぎて結構立ちこけしてるんで、まあ重いですよね、大型だと特に。倒れたらすぐ手を挙げて助けを求めるっていうのを多分長崎のどこかでしてると思うので、見つけた方はぜひ助けてあげてください。長崎やっぱ九州だったら気持ちいいよね、絶対バイクとかツーリングとかって。本当にいいよね。やったことないけど、ツーリングスポットいっぱいありそうですよね。私の王道ルートは大村出発して、それこそ長田の方を通って干拓道路、長い橋、玉ねぎ畑を見ながら、はい、おおおおずっと行って橋を渡って島原の方に抜けて雲仙オバマを走って帰るっていうのがもう最高です。いや最高やんな、それ最高やんな。あんだこれ。オバマの足湯で休憩して、あそこの海産物食べながら、うわーうわー来て来て懐かしい懐かしい。いやーてーな。しかもこう仲間で走った時はで途中で温泉を挟んでって感じ。燃えてたまんない。燃えて。じゃあ、まあ、
金貝さんの、まあ、現時点でまあ話せる活動内容みたいな、現時点の活動、どんなことをやってるのかみたいな話をしていただければなって思うんですけど。はい、私、お仕事、実は2つしていて、そのうちの1つがデザイン業です。で、そのデザイン業は、基本的に企業さんのロゴマークを作って、その他、販促物、名刺封筒、パンフレット、その他、パッケージデザインをしたり、看板のデザインをしたり、デジタルサイネージを作ったり、デザインが関わるもの全般の制作をさせてもらってます。マルチですね。そうですね、作れるものはどういう形でそのお客様の問題が解決できるかというのを考えながら、何を作るかっていうのも提案しながら進めていくようなスタンスでお仕事してます。すごいね、長崎でさ、なんかあんまりそういうイラストレートをやってる人ってそんな多くないイメージなんだけど。大村市にももちろんデザイナーさんもいるし、デザイン事務所もあるんですけど、東京ってと比べると数で言うとですよ、数で言うと少ないかもしれないし、多分デザインに対するその大事さっていうものも一緒に伝えながらお仕事していかないとなかなかこう進んでいかないっていうのはありますね。なんか仕事のやり方みたいなやつが、まあ、同じそのデザイナーさんでも結構なんか長崎と東京って比べたらちょっと変わってきそうですよね、その辺に行ったら。デザインに対する予算これくらいですよ、これくらい時間かかりますよっていうところのご説明からこう始める感じかなっていう。なんかモデルとかもやってるよね、たまに。そうです、リポーターとしてテレビに出させていただいたりしているんですけれども、っていうのは2016年度の大村フラワー大使として、その時、ディスティネーションキャンペーンと被ってて、結構全国に長崎の観光地を PR しに行ってたんですよね、その観光地の場所。東京行ってどこだろう、どこかの雑誌社に行って、翌日自分の写真がヤフーニュースに載ってるとかあって、長崎来てねみたいなのがあったり、あと九州も電車で鉄道で回って PR して回ったりっていうのをしたので、多分その観光情報はだいぶその時に勉強させてもらったので、ツーリングに関しても観光のご案内に関してもぜひ聞いてくださいっていう感じですよ。観光大使だね、完全に。はい、さ、一個気になってたことがあってさ、まあリポーターやってることもまあもちろん知ってたんやけど、大村のさ、フラワー大使ってあるやんか。あれ何すんの、フラワー大使って。何してると思う？こう当てよう、これ当てよ。当てよ。大村の何かイベントが開催された時の、手を振る役。手を振る役。俺 MC かな。MC MC ってかなんかいるじゃないですか。なんか本当にイメージですけど、一日警察官とかあったりするじゃないですか。あんな感じのイメージかな。どちらも正解ですね。どちらも正解なんや。どちらも正解なんや。地元のイベントに参加させてもらったり、一日警察署長だったり、消防署長させてもらったり、地元と関連するイベントに参加させてもらうっていうのが一番多い活動かな。あれって何、任期っていうのは1年間とかそういう感じ？1年間。なんかどうだった、1年間フラワー大使やって、どんな感じだった、感想。いやー、なんかもう一瞬過ぎて、一瞬というか忙しすぎて、お仕事しながら観光大使をしてたから、なんかもうただただ駆け抜けるっていう感じで、楽しむ余裕もなくて、やりきったなっていう感じ。私1年間で確か何回出たかな、60ぐらいイベントもっと出たかな、出てて。やば、めっちゃ出るやんか。そうなんだよ。で、会社のお仕事60日間って、自分の休みがほとんどこうなくなって、なんかね、恋愛する余裕がなかったなと思った。フラワー大使って恋愛禁止なん？そういうわけではない。そういうわけではない。そんな AKB みたいなシステムある？いや、あるかなと思ってワンちゃん。ね、アイドルではないんか。アイドルではないんだね、あれは。いや、あれいいと思う。
諫早出身だけどさ、なんか諫早にフラワー大使とかなくて。確かに観光大使さんいらっしゃらなかった。確かに。ないよ。やってほしかったな、諫早もそういうの。でもそんな方に朗報です。はい。はい。はい。もし今漏れなく大村市に住む、うん、もしくは大村市のお仕事をする、うん、職場がある方は、うんうん、男性でも応募できる。大村住む。いやちょっと待って、その住民票が大村にあればいいってこと？住民票がなくても例えば職場お仕事を大村でしてますっていうことがあれば。え、全然できるよ。だってこれ今まさに大村のプロモーション軽くやったみたいになってる。なってない。大村の観光大使。いやちょっと待って、小石さんが大村観光大使になったら本当に心配になるんで、ちょっとざけんなよ小石さんは。ちょっとざけんなよ。まあぼちぼち変えますか話題を。じゃあ僕らアーツコアと金貝さんで一緒に、まあ、やりたいことみたいなことを、まあ、話していければなと思うんですけど、何かありますか金貝さん。私がしてみたいことは長崎だったり長崎の企業さんだったり、そういう皆様にこういう YouTube の方法を知っていただいて、こういうツールで紹介できるよ、 PR できるよ、そういうのを知っていただいて、なんか実際にそういう企画を作ってもらったり宣伝という風な形が何かしらで取れるといいなっていう、ふわっとした感じ。なんか俺のイメージだと、うん、動画マーケとかその映像作ったりとか SNS 運用とかいろいろあると思うんだけど、なんかそういうクリエイティブのことをこう一つパッケージ化して、まあ、自分たちだったら映像あるし、美咲ちゃんだったらそのロゴとかウェブとか、作れる得意じゃないですか。で、なんかこのクリエイティブをこう一つパッケージ化して特化していければいいのかなっていうふうに個人的には勝手に思ってたんですけど。いや本当にまさにそうおっしゃられてる通りで、デザインを作って、例えばロゴマークを作ったとしても、ロゴマークって名刺だったり映像だったり何かに乗って初めてロゴマークって生きてくるものなので、うん、そのあるデザインをどうやって生かしていって知ってもらうかっていうのはすごく大切なことだと思っているので、その作ったデザインをもしっかり元に企業の PR をしながら、そういうインスタグラム運用だったり YouTube だったりっていうのは絶対にこうした方がいいなって私も思ってます。終わったこれ話。大丈夫大丈夫大丈夫。終わっちゃった。な、うん、いやさ、この話していい、この話していいかわからないけどさ、皆さん見ました、ね、先週ぐらいに福山雅治さんが出した動画見ました？見てない。ついに長崎、これちょっと間違ってたらマジであれなんだけど、長崎市の、若者じゃないかもしれないけど、人口離れが日本ワースト2か1位2位かな、2位か2位ですね、うん、2位になってもういよいよやばいですと長崎、うん、でそういう人口離れを防ぐために、長崎を元気づけていきたいってなって、東京にいるそういう著名の人たちを集めて動画を作って出してた。というふうに、今長崎ってやっぱりこういう力がすごい重要視されてるなっていうのがそこで改めて感じて、いや本当にいない、同世代の方が、ね、うん、どんどんこう関東に行ったりしちゃうと寂しいですよね、うん、こっちにいると。俺らやばい。たまには帰ってこんねみたいなね。うん、まあ、コロナの状況見ながらですけどね、うん、まあそうですよね、コロナなければ割と結構頻繁に帰りたいっちゃ帰りたいんですよね。本当やっぱ長崎っていいところだし、やっぱ安らぐし、いればどうしたら人口離れ防げると思います？これ多分バイトの時給上げるところとかそういう賃金的なものはあると思いますけどね。ああ、でも、みんな言ってるやん。割とリアルですよね、それは。うん、住んでるとね、感じるよね。うん、まあ、やっぱり関東楽しいは楽しいもんな。関東楽しい、うん、まあそうか、うん、そうだ。
あ、微妙やんな。まあ、刺激は多いんですよね。微妙やんな、これ。うん。どっちがいいんだろうね。いや、俺も、いつも言ってるけど、やっぱり東京いたらいたで、正直、しんどい時もあるやっぱり。ずっと緊張状態にあるから、しんどい時もある。もちろん、いろんなものがあるから、便利っていうのは確かなんだけど、ただ、心を安らぐかって言われると、そうでもなかったりするから、1ヶ月に2週間、地方、2週間、東京みたいな、こういうなんか平均取れれば一番いいのかなって思ってて、なんか単純にその職がないとかで上京してくる人たちたくさんいると思うんやけど、なんかこう大きい企業がなくてもさ、今ってなんか自分で仕事を生み出せる時代になってきたから、そういうことができるんだよっていうのも、こう自分たちが広げていければ新しい未来も開けるんじゃないかなっていうのは思う。確かにいいですよ。たまにあのこっちにいると車でどこにでも移動できるから、夕日が綺麗だったら海に行けばいいし、あと公園で仕事もポケットWi-Fi持っていけばできるし、いう環境は関東の人とかに知ってもらって、こっちでそういう仕事をするっていう形はいいなと思うし、すごいおすすめします。みさきちゃんは今後どんな感じの予定なんですか？今後は、まあ、やっぱり長崎がすごい好きなので、長崎のデザインを通じて、デザインの力で人の心を動かすっていうコンセプトはずっと変わらず、そこが大好きな長崎でやりたいのが一つと、あと関東に行って新しいことを知って、それを長崎でアウトプットじゃないんですけど、そういう風な形を取りたいのが二つ目と、もう一つ目は、今こうネットワークもグローバルしてるので、もっと英語を勉強して海外にもこう長崎のものが出ていくっていう風な、出せるようなデザインを作って、例えば商品を送れるような形とか、そこまでできると最高ですよね。素晴らしいですね。なんでちょっとまたちょいちょい海外に行こうかなっては思ってます。なるほど。なんかある程度こうスキルとか身につけて、そこからなんかこう地方に貢献できるものがあればいいかなっていう、そんな感じ。地方のいいものを磨くていけるような人材になりたいなと思います、ね、どうでしょうか。みさきちゃんって割と田舎の方好きだよね、絶対。なんかキャンプとかもしよるやんか。一人でも行っちゃう。やってるもんね。だからさ、正直ずっとなんだろう、その都会とか海外の方にずっと住むっていうのは正直あんまり考えてはないでしょ。まあ、でもそもそもそれをしたことがないから、やってみたらどうなんだろうね。なるほどね。20代前半の時に東京に住みたいって思ったことは1ミリもなくて、正直俺もなかったわ。でもそう、最近というかここ3年ぐらいで東京に行くと、なんで目的があるからだろうね、楽しく感じるのは、きっと。ああ、なるほど。ああ、それな。だから都会も捨てたもんじゃないなみたいな発見はあったかな、最近。まあ、美咲ちゃんとちょいちょい話したりする時もあるやんか、たまに個人的に。で、なんかまあ東京とか来てくれたりとか、そういうすごい嬉しいんやけどさ、やっぱ美咲ちゃんみたいなことを、なんかその女性で若くてクリエイティブやってる、しかも長崎でっていう人、なかなか多分あんまいない気がするから、なんかこう頑張ってほしいなって俺は本当思う。頑張ります。おー、ありがとう。なんで映像アンケートとかもこう一緒にできるのはマジでいい。え、なんか俺らにこういう風に動いてほしいとかって逆にある？こういう風に動いてほしいとか、こういうこと。そうですね、動いてほしいというか、なんせちょっと情報をずっと地方にいると、実際の生の現場の声っていう関東の映像だったり、クリエイティブの面っていう情報がちょっと疎いので、ツイッターとかそういうのでしか得られないので、何ができるか、何が流行ってるか、こういう風なのができるかっていうのを、もし教えてもらったら、私もクライアントさんにご紹介しやすいなっていうのはあるかもしれない。なるほど。俺、東京に来て思ったことが一個あって、今ってオンラインであらゆる情報に一瞬でアクセスできるやんか。で、あ、地方にいてでも別に東京の情報ってすぐにゲットできるって思ってたけど、東京に来てそれが全然違うんよね。地方にいる時の情報の入り方と実際東京にいる時の情報の入り方とも全然違って、同じオンラインでつながってでもこんなに違うんだっていうのがすごい感じたよね。
なんだろうな、この東京でインプットしたものを地方とかでアウトプットすることができたらすごく強いなと思って、新しいそのフレッシュな情報とか知識とかを長崎で共有していくことで、こういろんなものが生まれていくんじゃないかなと思って今こういうことやってるんだけど、いやぜひそういう情報もいただけると嬉しいし、私も聞いてて、あ、頑張ろうって思えるし楽しいし、うんうん、聞きたいですね。私も頑張ります。大下さん、なんか聞きたいこととかってなんかないですか？そうですね、何でもいいですよ。あ、別に仕事の話とかじゃなくても、あの好きなタイプとか。それは割と気になる。好きなタイプ好きなタイプを教えてもらっていいですか？好きなタイプ、顔よ、大下さんの顔よ。大下さんの顔、これめっちゃやらしい人みたいやん、これ聞いたらさ。シンプルかもしれないんですけど、私の最近好きだなって思うタイプは、あの一緒に飲み行って楽しい人よりも、一緒にお昼にカフェに行って話が楽しい人がタイプ。あ、でも、そうなんだ。そうなんだ。それはなんで？それなんで？お酒が入っちゃうと、うん、なんかね、覚えてらっしゃらなかったりするじゃないですか、男性って。私お酒弱いから、ちゃんともうお昼のカフェの状態で話せる人がもう一番いいなって最近思います。うん、でもあと割と結構愛情表現をストレートに言える人の方がいいな、うん、いや絶対そうだね。自分が女子でもそうじゃないともうしんどいと思う。もう本当でもアメリカ人のような感じのフィーリングはいいよなって思います。うーんです。か、大村ってさ、なんかめっちゃいろいろやってない最近。大村市、うん、新幹線来るから、なんかミライオンってできたでしょ。あ、うんうん、行ったことないんよ、ミライオン。内藤ないんよ。内藤って久々聞いた。確かに俺もそれ、思った。内藤って、うわ新鮮やなと思ったよ。新鮮。いや、いいですね。まあ多分これからもなんかこういうこのラジオとか動画とか、長崎帰った時とか動画撮ったりとかするんで、もしよかったら、美咲ちゃんも出てほしいです。ぜひ、私、あれしたい。あれ。何したい、ね、何したい、食レポしたい。食レポ、食レポ得意なん？食レポ好き。一回、エア食レポ一回してみて。エア食レポ一回してみて。いいよ。何もないな。じゃあ、はい。今日はこのパフェを食べまーす。はい。まず作ってカメラに一度見せます。わかりますか？見せて顔の横で一回止めます。もう一回最初からラストいや失敗したんかい。失敗したんかい。でそのカメラワークをね、結構私はね一生懸命勉強して、どうするとカメラさんが撮りやすいかっていう食レポを今伝えたかったけど、これエアーじゃ伝わらんやんって思った。あ、なるほどね。分かった。じゃあちゃんぽん食べます。いただきます、うん、続けたわ。で、あ、こちらのちゃんぽんは野菜だけじゃなくて長崎の海で採れた美味しい海産物がたくさん入っているのが特徴です。スープにはこだわりのあごだしが入っていて、とっても風味豊かで美味しくいただける、そんな一杯になってます。また麺も今なら無料で増量ができますので、ぜひ皆さんこちらに行ってみてくださいみたいな。やべっす。待って、いやいや、なんか思ってたやつちょっと違ったんやけど。いや、そう違った。なんかなんだろう、CM みたいな、なんだろう、この商品いかがですかみたいな、なんか食べた瞬間がわからんかった俺。ちょっと一言いいですか？はいはいはい、はい、多分これ食レポ編で私呼ばれないな。多分呼ばれんな。いや大丈夫大丈夫。あ、呼ばれなくても僕たちは呼ぶから、食レポお願いって。うわ、違う女の子とかが出てたらショックだなこれ。確かに確かに、俺らの動画で違う人が食レポしてたらショックやな。なんか最後になんか宣伝とかあります？なんか何でもいい、なんかあれば。今私結構地元の
テレビのリポーターとして活動を3年半させていただいてて、結構リポーターというイメージを持ってらっしゃる方が多いんですけど、もう今フリーランスデザイナー4年目ということなので、本当デザインに関することなどどんどんご相談いただければなと思います。あのホームページチャイムデザイン .jp 見てください。概要欄に貼っときますね。はい、うん、どうでしたか。もう一応これで聞くことは終わったんですけど、どうでしたクリエイティブレディオは。すごく楽しいです。全然楽しくなさそうなんよ。なさそうそんな楽しくなさそうに楽しいって言われても困るんです。やっぱりなんかカステラかなんか今日用意しとけばよかったなと思って。カステラ。いや食レポなこびつないっちゃん。小林さん、じゃあ指名だけはい、金貝美咲さん、本日はありがとうございました。いや、本当ありがとう、美咲ちゃん。本当にありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。また連絡します。またぜひ。はい、よろしくお願いします。ありがとう。ありがとうございます。